ヨハネス・ユストゥス・ラインヨハネス・ユストゥス・ラインは、ドイツの地理学者並びに、日本専門家。ラインが表した日本研究所。英語版の中扉ヘッセンのラウンハイムで、国境警備隊の子として生まれ、ギーセン大学において、植物学並びに科学を勉強した。1854年に、教師を成功に入り、フランクフルト・アム・マインなどで教職に就いた後、1861年に、 ロストック大学で博士号を取得。再び教師となり、ドルパート及びバミューダ諸島、イギリスなどでも家庭教師をした。ロンドンでは大英博物館に通って研究を続けた。1870年までゼンケンベルク自然史協会のディレクターも務めた。研究のため世界各地を旅し、1973年に再びゼンケンベルク自然史協会の理事となった。 1873年10月、プロイセン王国政府の命により、日本の工芸調査ため出国し、来日後は工芸研究の傍ら、北海道を除く日本各地を旅行し、地理や産物を調査する。通訳として、三田基地が同行した。雷を日本に送り込んだプロイセン政府の意図は、当時ヨーロッパで人気のあった漆器を、プロイセンで作る、堅牢な塗料としての漆を、 兵器の錆止めとして利用するために、漆の木を持ち帰らせようというものであった。結果として、この目論見は、失敗に終わった。同年7月、白山の自然と白山信仰について調べるために、白山登山を行う。その帰路に、石川県白峰村に立ち寄り、手っ取り川岩の当時、大崩れと呼ばれていた地点で、十数個の植物の化石を拾い、 友人のガイラーに調査を依頼した。ガイラーは、この化石が、ジュラ期中期頃のものであることを突き止め、1877年に、論文にまとめ発表した。この地点は後に、ク島化石壁と呼ばれ、1957年に、鉄取川流域の経過目産地として、国の天然記念物の指定を受けた。また、化石壁の裏側をくり抜いて作られたトンネルには、 ラインの功績を称え、ライントンネルの名が与えられている。ボン市内の墓地にあるライン県の墓。1876年に帰国し、マールブルク大学地理学教授に就任。1880年には国立科学アカデミーレオポルディーナの会員となり、1883年にはフェルディナント・フォンディヒトホーフェンの後継として、ボン大学地理学教授に就任。 1981年、1886年に、ジャパンナーハライズムウントシュトゥーデアミム・ウフトレイジデア、コニッヒリック・プラシスケン・レイギルウングと題した報告書に関関口、本書はジャポニスムブームで注目されていた独特で高度な日本の工芸技術を象実したものとして、好評を博し、英語版が出たほか、1905年にはドイツ語版が再び刊行された。 1888年には、イギリスの王立地理学会の会員にも推薦され、1893年のシカゴ万博、1900年のパリ万博では審査官を務めた。この絵集まろ、ニトベイナゾーラ報読した日本人とも多く交流し、西ン寺八郎は、ライン県に寄宿した。1910年に引退し、ボンで没した。ライン祭記念誌復刻版。 平成4年発行ライン博士検証会、ライン祭1982年から発行ライン博士検証会、問い合わせライン博士検証会、ありがとうございます。